さあ今回は大阪市の平野区にやってまいりました。はい、私たちがいますのは、はい、平野本町通り商店街。なんかいつもと雰囲気が違うオープニングですね。はい、実はこの商店街沿いにですね、はい、大阪を代表するおもろいお寺があるんです。おもろいお寺。どうおもろいかと言いますと、大変歴史は古いにもかかわらず、はい、地獄と天国を体験できるというです、ね、大阪平野区の商店街沿いにある千光寺。そこは1400年の歴史を持ちながら、テーマパークさながらの地獄と極楽が体験できる何とも不思議な場所なんです。ゲーム感覚で仏の教えが学べるとあって子供や外国人の方にも大人気、仏教ワンダーランドと言ってもいいようなお寺です。今日の若市調査隊は地獄と極楽の異界体験、千光寺の不思議な世界を徹底調査します。この商店街沿いからも入れますので行ってみたいと思います。わかりました。商店街を歩いていると、若市さん、平野区ならではの珍しいものを発見しました。創業明治22年というね、大阪で一番古い新聞屋さんです。大阪市内で初めてできた新聞販売店、小林新聞舗。こちらの建物は昭和4年に建てられ、有形文化財に指定。現在は新聞屋さん博物館として月に1回無料で見学することができるんです。古い歴史の新聞屋さんですから、明治時代の新聞とかそういうのは残ってたりするんですよ。で、展示してあるんですか。そういう貴重なものをその日に限っては公開して十分に見てくださいというね。もう30年ぐらい前から町ぐるみ博物館というね、ミニ博物館運動みたいなことがずっと続いてましてね、一つがここなんです。はい、町の住民の方々が中心になり、暮らしの一部を施設博物館として公開するという運動で、他にも趣味で集めたフクロウを500点展示している薬局はフクロウ博物館。消防用設備の会社にはさまざまな消火器を並べた消火器博物館を設けるなど、町ぐるみでミニ博物館運動に取り組んでいます。そういうですね、ミニ博物館が17、8件この中にあるんです。この町の中に。で、そのうち2つの博物館が今から行くお寺の中にもあるんです。寺の中にもあるんですか。はい、と言いますのは、そのお寺が町ぐるみ博物館運動なんかやるグループの中心拠点になってるんですね。こちらがその千光寺さんです。あ、本当にあの店舗の中にお寺が突然出てきますね。そうそう、ね、この平野の町の、まあ、出発点といいますか、ほぼ原点とも言えるのが実はこの千光寺さんというお寺なんですね。そしてこの商店街から入っていただきますと、はい、思いがけない世界が広がっています。西国三十三所霊場のですね、仏様が横にこう並んでおります。あ、本当だ、お寺の名前書いてますね。境内に入ると西国三十三箇条の仏像と水をかけて拝むと願いが叶うという一眼不動尊が出迎えてくれます。これいいでしょ。これすごい、なんだかこれドライアイスですか。雲の上に浮いてるようです。いいですよ、独特の演出がすごいです。いつ見てもこのね、霧が出てます。この不思議なお寺の境内には2つの博物館があり、他にも地獄堂、仏の国などいろんな体験ができるスポットが。2つの博物館がありますので、それを見ていきたいと思います。はい、1つはこちらです。駄菓子屋さん博物館。こちらのご住職がですね、はい、昔収集されたりしたような懐かしいおまけ類とかですね、そういうものがぎっしりと展示されています。すごいですね、このなんかブリキのおもちゃね、別端とかね、おじゃみね、よく遊んだな、幼稚園の時あんなんでね。懐かしい昭和のおもちゃの他にも、平野の町のジオラマやおばあちゃんの部屋を再現したものなどが展示されています。子供の頃の記憶のままです。あ、昭和を感じますね。昭和そのものでしょう。
さらにこんな珍しい博物館も。もう懐かしい昭和の音とかね、いろんな音がここで聞けるんです。へ、熊田神社の田植え神事21番ですね、はい、21番。これ神事のプロセスの音が、地元の音を残すっていうことはなかなかないですからね、はい、これだけでもすごい文化事業だと思いますよ。そうですよね、お寺の中ですよね、ここ。これお寺の中です。忘れますね、これは。こちらがですね、千光寺の正面になります。知らなくて、まあ、大念仏寺なんかを、ね、まあ、筆頭として有名なお寺が結構数たくさんあります、はい、ありますけども、一番古いお寺は千光寺なんです。古いんですか。一番古いお寺です。なんと出発点は飛鳥時代です。古すぎじゃないですか。聖徳太子がね、はい、よくこの辺来られましてね、薬師如来を祀るお堂を建てろということでお堂を作られたんです、はい、それがこの千光寺さんの原点だと言われています。で、平安時代に入りますと、はい、ここが坂の上の田村麻呂と、はい、征夷大将軍の次男、坂の上の広野というね、次男がこの辺を領有することになる。その坂の上の広野がなまって平野という町に変わって、名前が人の名前から付けられた地名なんですか。多分ね、いろんな説もありますけど、だけど平野という名前が埋める前にもうこの千光寺さんがここにあって、はい、そこを中心に人が集まって町ができれたんで、まあ、そういう意味では平野区の原点みたいなお寺です。続いて2人は本堂へ。こちらのご本堂はもともと戦国時代ぐらいに、1500年代にできてたもんですけども、はい、大阪の陣でですね、まあ、だいぶ被害を受けまして、江戸時代の1661年ぐらいに再建されたと伝わってるお堂でしてね、うん、今回特別に中へ入らせていただけることに。いかにも高野山真言宗らしい空間ですね、うん。この正面にですね、ご本尊の薬師如来がおられます、はい、このお寿司の中におられます。お前たちの代わりにあの文字が書いてありますけども、はいはい、で横に十二神将が6体ずつ配置されています。私もこれまで何回かここお参りさせていただいて、いつも外からお参りしてますんで、初めて中を今日拝見してます。別世界ですね、外の空気とはね、はい。すると若市さん、何か見つけたようで。ああ、ここにありました。これですか。これです。あ、結構立派なもんですね。あ、ちょっと思ってたよりも大きいんでびっくりしました。大きいですね。この地蔵の首にはある言い伝えが残っています。1615年大阪夏の陣、徳川家康が平野の地蔵堂で休憩を取ると予想した真田幸村は、密かに地雷を仕掛けていました。ちょっと商用も用意して、場を立った時に地雷が爆発して、その地蔵尊の地蔵の首が2、300メートル離れたこのお寺の境内まで飛んできたというお話が古くから、まあ、残ってるんです。じゃあもしかしたら家康の身代わりになったのかもしれない、はい、身代わり地蔵ということですね。ありがたい体験です、はい、これはね、普通のお寺でしたらここで、まあ、一つ一段階終わるんですが、はい、こちらの千光寺さんはここからまた別の物語が始まります。何かと言いますと、はい、地獄巡り、極楽巡り、仏教ワンダーランドと言ってもいいようなお寺です。仏教ワンダーランド、はい、いよいよ2人は地獄巡りへ。まず事務所で一生使えるという通行手形を100円で入手します。カードの二次元コードをかざして中に入るのですが、その前にこの質問に正直に答えていけばですね、地獄に行くのか、はい、天国に行けるのかということが、ちょっととりあえず簡易に判明するということです。皆さん正直にやってください。正直に、正直に、正直にですね。感謝して真剣に努力する、はい、絶えず不平不満が多い、はい、こっちかな。閻魔様の質問に正直に答えていくと、
果が出ました。極楽行き。あら、資格あり。ここです。極楽行き資格あり。安心していてはダメ。すぐに資格取り下げです。ではでは。はい。QR コード。ピッと音がしましたね。はい。はい、ここが扉になっております。はい。お、開きました。開きました。開きました。ここの中が地獄です。すごい。地獄にじゃあ入ります。はい。ああ、いや、若井さんの後ろに。はい。鬼ですか。地獄の鬼です。うわあ、すごい迫力。正面におられるのが閻魔大王です。閻魔様。はい。死後の裁きを行うわけです。ドラを鳴らすと鏡に地獄の様子が映し出されます。出てきました。地獄。普通に怖いですよ。生き物を殺すと体を刻まれ、人を騙すと釜茹でに。悪いことをした報いじゃ。この鏡の中で地獄の説明とか、死んだらどうなるかみたいなことが説かれます。地獄の怖さに泣き出す子供も。嘘をいっぱいついてきたもんは地獄でこの鬼に舌を抜かれます。それから死んで渡る三途の川という川がありますが、川を渡るとこのダツエバというこの怖いおばあさんが待ってました。服を剥ぐんですか。そうそう、服を剥がりながらこの人が何をやってきたかを読み取ります。死を裁かれてもちゃんと地獄に落ちずに天道へ、天国へ行けるたびに生前はいい行いを積み重ねようというね、まあ、そういうことの気づきの場所にもなる。この他にも境内には地獄の釜の音が聞こえるという不思議な石やフォトスポットまで。ピッチーズ。あ、バッチリです。バッチリですか。バッチリです。実はもう一つ立ち寄っていただきたい大変魅力的な空間があるんです、はい、これは何。涅槃仏とおぼしき石ですか。ガラスです。ガラスですか。ええ、涅槃仏をまあ表現しているというね。見方によったらいろんな見え方もします。綺麗ですね。このですね、空間が私大好きでしてね、なかなか普通のお寺ではこういう、まあ、現代アート的なインスタレーションを見ることはありませんから。現代アートに触れた2人は最後に極楽を目指します。ここが仏の国、はい、極楽の入り口です。へえ。手すりには四国88箇所から集められた砂が入っていて、触れながら降りると88箇所を巡るのと同じような御利益があるとのこと。この手すりにこういうね、霊場の砂が入れてあるのは私はここでしか知らないですけど、そして降りてきますと、はい、こういう世界が待っています。あ、すごい、なんか幻想的な世界に入ってきましたね。ここに神様の模様が、はい、仏様がこう周りを囲んでおられると。ここに座って、まあ、瞑想にふければ、はい、天国に近づける、極楽に近づけるという、そういう空間になってます。ちょっとこれも他にありえない空間でしょう。そうですね。仏様に見守られながら瞑想すると不思議と心が休まります。感覚もその研ぎ澄まされてる感じになりますもんね、ちょっと不思議ですよね。はい。ご住職の川口さんにお話を伺いました。こ
こんな方がこんなもん作られたと、はい、視聴者は見てると思うんですけどそうですか、ねはい、お寺には子どもさん来てもらえないかと思って、はい、もっと気軽に来て、そして仏教の面白さっていうね、もっと体験的に味わってもらえないか。我々子どもの頃にはね、そこで地獄のイメージなんてそこら中に溢れてましたけど、そうなんです。今や地獄が若い人たち想像もできないような時代ではありますよね。死というのが全然遠ざかってしまってるんで、ね、やっぱり身近に考えてもらうのは残念ながらこういう世界で伝えるということかなと思ってます、はいはい、そしてあの地獄道でも最後に教えの中に出てきます、はい、命を大切にしなさいということですね。そうなんです。地獄と天国を体験することで命の大切さを知る、善光寺で不思議な世界に触れてみてはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。